はいどうもこんにちは、しんです。で、今日なんですけど忙しい人のための、まあ、トレーニングっていうのをね、またね、ちょっとね編み出していこうかなと思います。何やるかって、まあ腕立て伏せですね。腕立て伏せ、プッシュアップ、まあローマ字で言うとプッシュアップ。まあね、これならね、まあみんな馴染み深いでしょ、腕立て伏せって。まあ、まあ、まあ聞いた方はゲッって思う方ね、結構多いと思う。腕立て一番大嫌いなやつじゃん。でもね、これがね、一番効くんですよ。ジムとかね、そういったところでこうダンベル持ち上げたりとか、ウェイト、重りをつける以外でね、自分の体重だけでね、かけられるね、種目の中でね、腕立て伏せってね、もうね、最高。最高のね、自分をいじめるトレーニングだったりするんです。なわけでね、まあ、腕立て伏せを制するものは、筋トレを制すと言っても過言じゃないぐらいね、僕の中ではね、もうリスペクトしてるね、種目なんで、まあ、言うてスクワットとかね、プランクとか、まあ、いろんな種類あるんですけど、まあ、一番手っ取り早くね、定番のね、まあ、定番中の定番、まあ、腕立て伏せをね、やっとけばね、これ、とりあえずこれだけやっとけばね、まあ、そこそこ体鍛えられるんで、まあ、言うて僕も結構、腕立て伏せはそんなに好きか嫌いかって言ったら好きじゃない。好きじゃないです。まあ、やっぱり、まあ、そうね、まあ、こう見えてね、今、ウエイトトレーニングをね、最近ではやってるんで、それに、移行する前まではずっと自重トレーニングでやってるときは、まあ、腕立て伏せばっかりやってましたよ。まあ、好きじゃなかったけど、ね、これだけ言っておきます。好きじゃなかったけど。まあ、でも一番あれがね、胸筋、やっぱりね、胸筋のね、ボディメイクとしてね、胸筋をね、かっこよくさ、生えさせるためにはね、生える胸筋を作るためには、腕立て伏せはね、プッシュアップはね、重要不可欠なんですよ。まあそんなこんなでね、ちょっと今回は、忙しい、だ忙しくてもうできないってなった時に、とっさにね、もうね、数分で追い込めるようなね、腕立て伏せをね、ちょっと考えたんでね、今回ね、ちょっとそれをね、みんなとね、シェアできればね、いいかなと思います。それじゃあまずやっていこう。はい、じゃあね、早速ね、実践してみたいと思います。まずは、まあ、基本の腕立て伏せね。腕立て伏せのポーズ。ポーズってわかるかな？ポーズって言ったらいいかな？まあ、単純に、腕立て伏せをやるんだけど、じゃあね、手の幅を決めましょう。手の幅は、だいたい、今回僕が、やろうかなと思ってるのが、まあ、ここが、ちょっとわかるかな？ここが床だと思ってください。床下だと思ってもらって、この手の位置を自分のこの肩幅よりもちょっとこう外側に広げる感じ。わかるかな。外側に広げて、まあ拳1個分ぐらい外側に広げて、でやっていきます。でその時に注意しなきゃいけないのが、結構ね、あんまり慣れてない人とかね、こういう感じになるんですよ。わかるかな？こういう風にね、もう肩と腕が、こう、完全にこう上がった状態でこうやる人。これね、肩痛めちゃう、原因なんで、絶対やめて。これはね、これはまずいんで、これは、この向きでやるとね、結構肩に来ちゃうんですよ。やってみるとわかるんだけど、こうやっていくと、だんだんこの腕の方に負担がかかってきちゃって、全然回数こなすことができないんで、腕立て伏せをまず、腕立て伏せってそもそもどこに効く、どこの筋肉に効く種目なのかっていうところから考えなくちゃいけなくて、まあ一番オーソドックスなのは胸筋に効かせること、胸筋に一番効かせるのが一番オーソドックスな、まあスタンダードっていいかな。まあ中には胸筋だけじゃなくて、同時に腕も鍛えたいっていう意味で、ちょっとこの手の幅によってもね、手の幅をこう狭くすることで、腕にあえて効かせる人もいるし、基本的になんか腕立て伏せ、プッシュアップってきたら、胸なんですよね。胸筋。この大胸筋の部分に、刺激を与えるのが、まあ、腕立て伏せって思ってもらえればいいかな。
です。まあ、今回僕がやるのは、まあ、胸筋をね、ターゲットとしたね、腕立て伏せなんで、プッシュアップなんでね。今回は、まあ、ターゲット部位は腕ではなく、胸筋をターゲットにして、今回やっていこうかなと思います。で、まあ、注意するべき点はそこだけかな。肩よりもちょっとこう、加勢させる。肩よりもこう、ストーンと落とした状態で、手をちょっとこう、あんまりこう広げちゃうと今度辛くなっちゃうんで、ちょっとこう広げた状態で胸に効かせる。で、今回はあるトレーニング道具を使います。これね、プッシュアップバー。見たことあると思う。結構見たことある。これ結構有名ですよね。見たことあるんじゃないかな。このね、プッシュアップバーを使ってね、さらにね、負荷を高めていくんで、実際に、床に、こう四つん這いになった状態で普通にこう腕立てするだけだとこう胸への刺激が違うんですよね。胸に対しての刺激がプッシュアップバーを使う時と地面で普通にこうなんだろうな、まあ地べたにこう手のひらだけで腕立て伏せした時とね全然違って、こうやってね、ぐらいかな、だいたい肩幅よりもちょっとこう拳1個分ぐらいに、広げてもらって、こんな感じに、そうすると普段腕立て伏せだとここまでしか下ろせないですよね。ここが床だと思ってもらってこう下ろしてきた時に床すれすれまでしか体が落とせないと思うんですけど、これを使うと高くなる分さらにこう下に沈むことができるんですよ。そうすることによってこの胸筋がグッとこう伸ばされる、ストレッチがかかるんですよ。そうするとよりさらに胸筋にあの負荷が入るんで、その方がより胸筋が発達しやすいんですね、大胸筋がね。まあプッシュアップ、まあ大胸筋を発達させるメリットとしては、まあ男性の方だったら、まあ生える大胸筋がね、まあオープニングでも言いましたけど、かっこいい胸板が作れたりとか、まあ女の人だったらバストアップにもつながるんで、まあね、ぜひね、やらない手はないと思うんでね、まあ確かにちょっと辛いです。まあ腕立てって聞くとね、結構辛いなってイメージあるんですけどね、今回はね、ちょっと頑張ってやってみましょう。じゃあね、プッシュアップバーを使って今回はやってみます。まあない方はしょうがない、素手でいきましょう。素手で。で、やり方としては、そうだな、やり方なんで、具体的なやり方なんですけど、一応、限界までやります。限界まで。基本的に腕立てって聞くと、皆さん15回とか10回とかって何回やらなきゃいけないのっていうふうに多分想像した方いると思うんですけど、今回は、無限。できるまでやります。もう、もう無理っていうところまでやります。10回とか15回、20回とかもう限定しません。無理ってところまでやります。まあ、見ててください。はい、とりあえずね、まあ、もう無理かなっていうところまでやったら、今度は、まあ、インターバル取るんですけど、重要なのがここで、とりあえず今からスタートします。ここから30秒だけインターバル取ります。これね、厳密に測ってください。
できればここ厳密に、あんまり長々とインターバル取ると回復しきっちゃうんで、それだとちょっと効率が悪くなっちゃうんで、トレーニングのね、負荷の効率が悪くなっちゃうんで、できればね、ここはね、厳密に測って、まあ携帯でもストップウォッチでも何でもいいんで、言うて30秒経ちます。そしたらまたやります。できなくなったらまた30秒インターバル、これをね延々と繰り返します。ひたすらできなくなるまでとにかく30秒休憩したら、またリセットスタート、リセットスタートを延々と繰り返します。その代わり最初の回数よりもだんだんできなくなってくるんで、できなくなるまでやります。それが今回の目的です。いきます。すいません、リセット。はい、これをね延々と繰り返します。水分補給は適度にとってね。何がいいって1セットで追い込めるんですよ、これって。ただ腕の疲れも来てくるんで、どうしても限界が見えてきます。これを30秒休憩しながら延々とひたすら繰り返します。できなくなるまでです。だんだん回数を押していきます。できなくなるまでやります。1セットで完全に追い込む方法、これが今回僕の思いついたね最強の腕立て伏せです。結構ね、見てる方もしかしたら、もうそれっきゃできないのっていう人、出ているかもしれないですけど、これね、意外とやってみるとね、全然できないんですよ。で、インターバルも30秒しか取らないから、本来30秒って結構短いのよ、実際。いきます。しっかりと胸がストレッチされるのを確認してくださいね。出ないともったいないんで。
らいしかできなくなってきてますね。はい、これが残り目安として残り2回、1回から2回ぐらいまでしかできなくなるまで繰り返します。永遠と繰り返します。どこが疲れ目かって言われたらちょっとそれは人によって様々だと思うんですけど、人によって様々だと思うんですけど、腕がこう上がらなくなっ、ちょっとでもこう上がらなくなったらもうそこが目安って言ったらいいかな。もうその時点で多分限界と思ってもらってもいいかな。そしたらまたタイマーリセットして30秒休憩してもう一回スタート。だんだん繰り返し行くうちに本当できなくなってくるんで、いきます。結構効きます。あのね、やったことがない人がねちょっとやるとね結構きついかもしれないです。でもね1セットでね確実に追い込みます。腕に力が入らない。結構みんな、まあウェイトをかけてる時もそうなんですけど、限界までやろうと思って上がらないのにもかかわらず無理に上げようと踏ん張る人もいるんですけど、あんまりあれって実は意味なくて、こう時間が来ました。ラスト1回で締めたいと思います。フライングした。はい、今ねラストセット終わりました。まあ正確にはラストセットというより、まあこれ1セットなんですけど、
はい。あー、疲れたな。はい。じゃあね、無事終わったということで。で、今みたいにね、30秒、ひたすら30秒を休憩したら繰り返し、30秒やったら、プッシュアップ開始。これの繰り返しをね、やるだけでね、相当追い込めるんで、ぜひね、おすすめです。で、いいのは、体幹も鍛えられるんですよ、腕立て伏せって。胸筋と腕だけじゃなくて、体幹部分も鍛えられるんで、胸と腕と体幹。これがね、全身ですよ。言うて全身、ほぼ全身。ほぼ全身がね、鍛えられる自重トレーニングなんでね、ぜひね、おすすめです。家でもね、時間がない方、やってみてください。これだ、この方法だったらね、間違いなく追い込みます。で、まぁ、気になる頻度なんですけど、まぁ、1セットでいいんですよ。言うて今やった風に、1セットでやってもらって、そうだな、回復も早いんで、重りをつけてるわけじゃない。あくまで自分の体重でしかやってないんで、回復もそんなに時間取らないんですよ。なんで、基本的には毎日やってもいいです。ガチで、もう本当に簡単なら、だったら、どうせだったらガチでやりたいっていう方はね、毎日やったで大丈夫です。もう本当に筋肉痛がガチで来るまではね、もう全然延々とやってもいいと思う。それか、もしくは、1日交代、1日明けて次の日やって、で1日明けてまた次の日やって、中中1日って言ったらいいかな、中1日明けてずっと繰り返してやってるみたいな。毎日が嫌ならね、まあそうでなくても週3から4は3はやりたいっすね。週3は最低でもやりたいかな。やるだけでもね、だいぶ変わると思いますよ。まああとはダイエットっていう目的でね、やりたい。まあ、体をね、シェイプアップっていうね、引き締めるっていう目的のためにやりたいんであれば、まあ、食生活もちょっとね、考えた方がいいと思う。これ、同時にやっぱやった方がね、効果大なんで、これだけじゃなくて、筋トレだけじゃなくて、食生活もね、同時にやった方が効果大だと思うんで、ぜひね、これから、ダイエットしようっていう方、で、現在進行形で、まあ、ダイエットされてる方はね、ぜひ参考にしてもらえれば幸いです。まあね、携帯ちょっとね、今までやったね、筋トレの方法にマンネリ化を覚えてる人なんかはね、ちょっとね、ぜひね、取り入れてみてください。で、ぜひね、これ買ってください。できればね、買ってもらった方がいいかな。これ買ってやった方が効果も大だと思う。まあ、概要欄に貼っとくんで、プッシュアップバーね、余裕のある方はね、ちょっと買ってみてください。言うてそんなに高いものじゃないんで、まあ1000円から2000円。安いもの、これで1000円ちょっと。まあ高い、ピンキリなんですけど、高いやつはまあ3000円とか4000円とかするやつも、まあメーカーの違いにもよるのかな。ブランドの違いにもよると思うんですけれども、まあね、安いものはね、全然安価で買えるんで、それだけでもね、十分効果の絶大で効果発揮してくれるんで、おすすめです。まあ、単純にね、最初ない方はね、単純に素手でやってみてください。それだけでもね、十分ね、追い込めて、疲労感も出て、で、筋トレした後だから、多少なりともね、代謝も上がってくると思うんで、おすすめです。ダイエットしようっていう方、これからダイエット、理想の体重、理想の体に、目標に近づきたいという方はね、ぜひおすすめなんで、ぜひ参考にしてみてください。はい。ちょっと、まあ、いろいろグダグダの部分は少しあったんですけども、こんな感じで動画締めたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。